皆さんこんにちは。国会オンラインセミナーをご視聴いただきありがとうございます。早速ですが、皆さんはテレビや新聞などで〇〇法律案が成立したというニュースに触れたことがありますか？憲法第41条では、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関であると定められています。この動画では、立法機関である国会の活動のうち、特に委員会における法律案審査の流れについて、我々国会職員が解説します。まずはじめに、法律案の提出から成立までの簡単な流れを見ていきましょう。法律案は大きく2つに分けて、国会議員が発議する議員提出法律案と、内閣が提出する内閣提出法律案があります。法律案が成立するには衆議院と参議院両議院の議決が必要です。法律案は衆議院と参議院どちらか一つの議員に発議または提出されます。ここでは衆議院に提出された場合を見ていきましょう。法律案は議員の議長に発議または提出されます。提出されると議長はまず所管の委員会の審査に付します。この行為を付託と呼びます。法律案に対する議員の意思は最終的には全議員で構成される本会議で決定されますが、実質的な審査は20名から50名程度の人数で構成される委員会で行われます。委員会には常設の常任委員会と国会の会期ごとに議員の議決で設置される特別委員会の2種類があります。各委員会はその所管に応じて法律案のほか予算、条約、決算等のさまざまな議案の審査を行っています。法律案が委員会に付託され、委員会の議題となると、趣旨説明、質疑、討論、採決といったステージを経て本会議に上呈されます。それぞれのステージを見ていきましょう。委員会における法律案の審査は趣旨説明から始まります。趣旨説明とは法律案を提案した理由と内容を説明することです。議員発議の法律案の場合にはこれを発議した議員が、内閣提出法律案の場合には主にその法律案を担当する大臣が行います。発議者または提出者が趣旨説明を行う光景がまるでお経を読むのに似ていることから、国会内では俗にお経を読みと呼ばれています。趣旨説明が終わると質疑に入ります。本会議における質疑は質疑項目が複数あっても、質疑者が一度に全部を述べ、それに対して一括して答える形式で行います。委員会における質疑は、質疑項目ごとに一問一答形式で行います。その上で、実際の質疑の順番や質疑時間等は、理事会と呼ばれる委員長および理事の打ち合わせ会で協議されます。質疑に対する答えは答弁と呼ばれ、議員発議の法律案の場合には、その発議した議員が、内閣提出法律案の場合には、国務大臣、副大臣、政務官が答弁しますが、行政に関する細かな事項については、政府の職員を政府参考人として委員会に招致し、答弁を求めることもできます。このほか、委員会では、法律案の審査のため、法律案に関する利害関係者や悪識経験者等を参考人として国会へ招致したり、委員会が議長の承認を得て国内各地に赴き、現地において学識経験者等から意見を聴取する、いわゆる地方公聴会を開催し、法律案の審査の参考にすることもあります。委員の質疑が終了し、他に質疑の通告がない場合には、委員長は質疑が終わったものと認め、質疑の終局を宣告します。質疑が終わると、次に行われるのが討論です。討論とは、議題について委員が言論により賛否を表明することです。質疑と同様、申し出に基づき行われます。また、委員は議題となった法律案に対して修正案を提出することができ、討論の前に修正案が提出されることもあります。討論が終わると、委員長は討論の終局を宣告します。討論が終わると、採決が行われます。採決とは、委員長が委員に法律案に対する賛否を明らかにさせることを言います。委員長は採決を行う法律案を宣告し、賛成の委員の起立を求めます。起立が出席委員の過半数に達した場合には、法律案は可決すべきものと決せられます。それでは実際に採決が行われる様子を見てみましょう。内閣提出新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。また、可決すべきものと決した法律案に付帯決議が付されることもあります。付帯決議は、委員会から政府への留意事項等を法律案に付すもので、提出者がその趣旨を説明します。政府を代表して法案を所管する大臣から、付帯決議の趣旨を尊重する旨の発言が行われます。このように、委員会としての意思を決定した後は、委員長が委員会での審査の経過と結果をまとめた委員会報告書を議長に提出し、法律案は本会議に上呈されることになります。本会議では、委員長が登壇し、委員会における審査の経過と結果を報告し、採決が行われます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。以上が委員会における法律案審査の流れです。